はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回はウクレレベースのご紹介です。こちらマハロのウクレレベースソリッドボディなんですけども、 MEB1 の TBR ということで、はい、こういう感じですね。かっこいいですよね。まずパッと見た目が、スタイリッシュな感じで、まあよく、普通のエレキベースにあるような感じの雰囲気を醸し出してるんですけど、これ見た途端に思わず買ってしまいました。はい、まあいろいろと紹介していきたいと思うんですけども、普通のウクレレみたいに中が空洞になってるボディのウクレレベースが多かったんですけど、最近あのこういうソリッドボディのものが出てきた感じがしますね。これソリッドボディの良さというのは、箱と違い音がスコーンドーンと出る感じのイメージですね。箱のあのボディのベースっていうのはどちらかというとボワーンという風な感じに出るイメージなんですけども、箱のウクレレベースというのは4弦の開放の音がボワーンとなってて、音程感がはっきりしないんですけども、このソリッドボディのものは4弦の開放もしっかりとこの音が出るイメージがありますね。はい、こちらの方がなんかこれからのウクレレベースの主流になっていきそうな気配もします。はい、このマハロのウクレレベース、ちょっとスペックを見ていきたいと思うんですけども、まずボディ、これ見ていただくとちょっとこうスーッとここに色がついてるんですけど、裏側見ていただくと分かります。はい、スルーネックと言いまして、このネックがボディエンド部分まで続いてるんですね。はい、こうすることによって、サスティーン、ボディ弦を弾いてからスーッと減衰して消えるまでが長くなるというような効果も得られるんですけども、はい、見た目もいいですよね。このネックはですね、メイプル製です。エレキギターでよく使われるネック材なんですけども、その間にこれ間に別の木が挟んであるんですけども、5ピースになっております。 1,2,3,4,5、 はい、5枚の木をこう寄せ集めてネックにしてるということで、見た目もいい感じなんですけど、これ強度があるんですね。普通のネックって1本の木でできてるじゃないですか。そうすると曲がったり反れたりっていうのがこう、湿気によってなってくるんですけども、5つの木をこう重ねて作ってありますので、こっちの木が反ろうとしても他の木が反らせないみたいな感じで、割とこうまっすぐ保ってもらえるというネックでありますね。これ、まあ、見た目がすごくこの綺麗ですよね。で、このボディの両側、ここの茶色い部分ですが、この木はアッシュです。はい、エレキギターでよくある木ですね。はい、ストラトの初期のストラトとかテレキャスター、アッシュ材使われてるんですけど、ベースで言いますと、アッシュ材のベースはですね、低音がしっかりとドーンと出る感じですね。それと比べてアルダーっていう木材もあるんですけど、それは割とこう軽くて中域ぐらいに甘めな感じ、まあウクレレでいうとこのマホガニみたいな感じですね。そういう音があるんですけど、これはアッシュで割としっかりした重みのあるアッシュですね。ライトウェイトアッシュもあるんですけど、これはライトウェイトじゃないと思います。まあでもそのおかげでヘッドの部分とボディのバランスがうまく取れてまして、この今手の上に乗せてるんですけど、だいたい中心がこの辺ぐらい、はい、ですのでストラップして抱えると非常にバランスいいですよ。これヘッドの方が重かったりすると、ウクレレベースのあの箱物のやつはヘッドが重いものもあるんですけど、こういう風にストラップしてるのにこう落ちていこうとするんですね。これ非常に弾きにくいんですけども、ソリッドボディだとこの辺でバランスが取れてるので、ストラップするとちょうどいい感じになりますね。で、このボディラウンド加工になっておりました。これ見てください、わかります？こういう形になってますよね。山型になってます。はい、これ体にピッとヒットするんですね。まあ BJ みたいにお腹が出てるとちょうどお腹の曲線にピッとはまるような感じもあるんですけども、体にフィットして、非常に持ちやすくあります。はい、それでフィンガーボードとこのブリッジですね、これはローズウッド製です。はい、でここにピエゾピックアップが入ってます。エレキベースの場合ここにピックアップがつくんですけども、これはポリウレタン製の弦ですので、それでは振動を拾わないんですね。普通のエレキベースのピックアップっていうのは中に磁石とコイルが入ってまして、弦の振動をそれが電気信号に変えて、音が出るという仕組みなんですけども、ポリウレタン製の弦だとあの
コイル振動させないのでピエゾピックアップになってると、はい、いう形ですね。でここにマイナスネジ、はい、これで原稿調整が簡単にできるという、でなかなかこれいいですね。それでフレットもジャンボフレットですね、結構太いフレットが入っておりますのでしっかりと音程を取りやすいです。はい、でからペグ、黒いペグでかっこいいですよね。はい、非常に滑らかに回りますよ。これいい感じのペグですよ。あ、ここについてるのはあの後付けでしたダダリオのチューナーです。このダダリオのチューナーでも4弦はですねハーモニクスでないとちょっと拾いにくい場合がありますが、1、2、3弦はかっちりと、チューニングできます。4弦はハーモニクスにすればきっちりできます。はい、でマハロのロゴはこれだけですね。 M っていうのが書いてある、これがマハロのロゴになると思います。で、弦は裏側から通すこういうタイプですね。はい、ミュージックマンのスティングレーベースとか、こっち裏から通すベースがあるんですけど、まあ、そういう感じでこっち側から弦を通してスッと引っ張ってきてここで巻くという風な作りになってます。こうすると弦に角度がつきまして、テンション感もいい感じに得られるというものです。それからスケールは530ミリ、以前ご紹介しましたドナーの箱のウクレレベースですね、あれよりも若干長めになっておりましてテンションがしっかりしてるんです。この弦の張りがしっかりありますので、それも含めて低音がしっかり出るようなイメージがあるのだと思います。それからつまみ、これ3つついてありますけども、ボリューム、トレブル、ベースです。はい、ボリューム、トレブル、ベース。はい、で電池が入っておりまして 9V の四角い電池ですね。これで電池駆動します。アクティブのベースですね。はい、アクティブというのはローインピーダスになっておりまして、そのまま DI 返さずに、ケーブル割と長くても音は劣化せずにミキサーまで送れるというものなんですけども、あとはイコライザーがこれ結構効きますね。うまい具合にこう、はい、割とこれベースですよ。はい、こうやってストラップ弦もともとついてますのでストラップつけて弾いていただく。でスラップもいけますね。まあエレキベースの金属音は出ないですけども、はい、っていう風な感じで、スラップもいけますね。まあ、今はこのモニワンから音出してますけども、ラインの音もちょっと聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。このマハロのベースにはケースがついておりまして、これですね。はい、まあソリッドボディで薄いですのでケースも薄い感じですね。でもスポンジが割と肉厚な感じで入ってます。15mm、 2センチぐらいあるかな、割と、スポンジしっかりしたものが入っておりまして、ここにこういう風に入れていただいて、はい、ですね、はい、チャックで締めるという風になってます。で面白いのがここの小物入れ、ここについてるんですけど、普通小物入れってこういう風に開くんですけど、これこっち側に開くんです。
小脇はちょっと面白いですよね。まあ、確かにこうやって持って膝の上でこう開いて取り出しやすいかもわかんないです。はい。で、ここにですね、ベースの取扱説明書、はい、がついております。こんな感じで入ってますね。で、保証書もこの裏側についてます。金具の部分見てください。はい、ホヌですね、亀です。はい、ちょっとこれ可愛らしいですよね。こんな感じで作られてるケースです。はい、ウクレレベースお送りいたしました。なかなかこれいいんじゃないでしょうか。あのこれはあの別で BJ が取り付けました。はい、こうやって弾くときにあった方がこの指乗せるのにいいですよね。これは別売りで売ってるものが、あのこのメーカーのじゃないです。普通に Amazon で、見つけて、取り付けました。はい、なかなかどうです、この形もいいですし色もいいですよね。これ以外に色違いでナチュラルというのがあるみたいですけども、これがあの普通のこの辺の同じような木の色なんですね。お好みによって選んでいただくといいと思いますけども、この茶色の感じが、非常にいいのではないでしょうか。まああのウクレレベースといって、まあ、ウクレレと一緒に合わせないといけないわけではなく、バンドでも存在感の音が出せるのではないかなと思います。ただエレキベースみたいな角のとんがった音ではなくて、どちらかというとウッドベース、そういう風な感じの音、またはヘフナーのベースですね、ポール・マッカートニーの使っていたバイオリンベース的な、ああいう風な太い音がズドンと出る感じで使えると思います。はい、 BJ のウクレレ講座、今回は、ウクレレのソリッドベース、こちらのレビューをしてみました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、だから今はまばたきももったいないと思う。Thank you.